の辰巳とのバトルを迎えました。襲いかかる水タイプのポケモンの水攻撃もバトルへの強烈の炎で湯気を立ち止まらせることでしょう。戦闘態勢に入って激しい攻撃、効果は抜群だ。あ、こちらはフルクに当たった。白熱したバトルが続いております。ここで炎のパンチ、狙い的中。あっと崩れ落ちた。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでスターミーの登場だ。さあ激しいバトルです。今準備が整って、さあこの場面でアルクリスパス、ここで10万ポイントだ。逆転をついた。なんとか持ちこたえました。両者とも大健闘です。ここで波乗りだ。アルク当たった。おーっと危ない。おーっ、よし、ここでダウンです。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでゴルダックの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。あたやまだ余裕着々、あたや疲れを見せております。これで特殊攻撃に強くなりました。おーっと地中に潜った。両ポケモンの間に体力の差がついております。指示が出揃って、ここでポケモンをチェンジです。ここでテレビの登場だ。これはどうだ。おーっと、これはいまいち。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。日差しが強くなりました。なんと激しい雨が降り始めました。白熱したバトルが続いております。さあここで雨だった。バトルのダメージ。さあ今度は歩く一発。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おーっと日差しが強くなりました。さあこの場面で小さなダメージ。ここで光の壁の効果が切れたようです。さあ激しいバトルです。決まった。これは効果的だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。